人、物、金をテキサスへ。 CCIM のルークです。今私がいるここ白川郷、ここは世界文化遺産です。私が関わっているやんばる学びの森、沖縄のやんばるの森も2021年7月に世界自然遺産に登録されました。日本には今25件の世界遺産があります。うち世界文化遺産は20件、そして世界自然遺産は5件あります。さて、日本の約26倍あるアメリカには世界遺産が何件あると思われますか？実は日本よりも1件少ない24カ所しかありません。うち文化遺産はたったの12件、日本は20件ということで、日本の5分の3しかないんですね。そして自然遺産は13件あります。12件と13件で合わせて25件じゃないかという話もありますけども、実は1件北西ハワイ諸島の一帯であるパパハナウモクアケア、これは観光で訪れることができない場所ですけども、そこが複合遺産で文化自然、両方ダブっています。こうして見ると日本文化はやはりすごいと言えます。ところで私がいるテキサスにも一つ世界文化遺産があります。こちらの私の新刊のここですね、この裏にこう出ている、アラモの砦です。テキサス州というのはいろんな州に属していました。このアラモの砦ができたのはなんと今から300年以上前、1718年です。スペインのキリスト教布教所として建設されました。その後、当時はですね、テキサスはスペインとかフランスの領土でした。その後1821年にメキシコ独立革命があって、当時テキサスと呼ばれていた今のテキサスはメキシコの領土になりました。そしてここから、分離独立しようということでテキサス共和国の独立戦争が始まったわけです。それが1835年からですね。当初は勝利を収めていたテキサス軍ですけども、1836年2月23日から3月6日間、6日の13日間にメキシコ共和国軍、これはサンタアナ大統領兼将軍が率いる軍隊とアラモの砦で、すごい戦いがあって大敗を喫しました。このアラモの砦では防衛ナイフで知られているジム・ボーイ大佐であるとか、デイビッド・クロケット元下院議員などのアメリカの国民的英雄を含む総勢189名が戦死、全員ですね、全滅したということです。しかしながら一方のメキシコ軍の被害も甚大でした。2400の軍勢中、戦死者が1500名と言われています。この戦いで、アラモを忘れるな、リメンバーでアラモと当時のサム・ヒューストン将軍が時の声を上げ、783名の部隊でサンタナ率いる
メキシコ軍大軍をですね破り、メキシコ軍に死者630名捕虜730名という大損害を与えました。そして捕虜に隠れていたサンタナ大統領にテキサス共和国の誕生を認めさせたということです。テキサスはアメリカ50州の中で唯一別の国テキサス共和国だったんですけども、1845年にアメリカに加わったという異色の州です。以上、テキサスのルークでした。チャンネル登録よろしくお願いします。